吉宗評判記暴れん坊将軍。つまり六が少なすぎる、増やしてくれというのだな。いかにも将軍家剣道指南役の柳生は1万石の領地を賜っております。しかる五島家指南役たる我が新刀流、つまり終わり柳生はわずかに100石。これではあまりにも何とぞ格別のご配慮を。分かった、3000石をくれてやろう。3000石、ご家老、それはまことで。まことじゃ。ただし尾張62万石の後ろ盾をもって、その方ら尾張柳生一党の頭と腕で奪い取るのじゃ。頭と腕で奪い取れ。盾脇隣の三河の国は5000石以下の旗本の地業地が数多の天領だぞ。それをかすめ取れと。地業地の主はほとんど江戸におる。留守を預かるは能も力もない代官じゃ。どこ誰の地業地を奪えと言われます。三河の国西大平3000石、将軍家側用人加納五郎左衛門の領地よ。にしねえと後でまた腰を痛めるぞ。お鉄、ああ見ろ、この槍を、この槍を引っ提げて今を去ること50年前、寛文9年。そんな槍の講釈どころじゃねえ。なんじゃ、どうしたんじゃ、そんな膨れ面をして。膨れ面もしますだ。当節書式の高いこと、ほら毎日毎日今晩は何を食わしたらよかろうかとやりくり三段で頭が痛いだ。だからわしも贅沢は言わんではないか。野菜の煮付けでも何でも。その野菜が高くつくだ。何にも知らねえくせに何言ってるか。どっちが主人かわからない中働きのお鉄である。野菜が高いと嘆くお鉄の声が聞こえたように、この時遠来の珍客があった。田所甚兵衛、ただいま参上。若おいでか。若、覚えておいでかの。51年前
蝦夷征伐のこと。おお、覚えておらいでか。わしの初陣じゃったわい。あれから50年。嘘のようですな。しかし若葉はいつまでたってもあの頃とそのままじゃ。そういうお前こそ。いくつになったかの。はい、あの頃若葉が14歳、わしが7つ年上で21歳。いくつになりましたかな。72じゃ。おばさん、このうち新しいのかい。なの、もう古だぬきじゃ。それにしちゃ今まで会ったことがないとはな。わしは気に入らんことがありゃすぐ里へ帰ってやるだから。お、テッサン、精が出るな。誰だい。ちょくちょくやってくる、ごくつぶしだ。ジンベエ、お前もとうとう百姓で通したの。は？武士でおれば黙っておっても2000石3000石の旗本になれたものをの。それは若こそでございますよ。上様が何万石の大名にでもしてやろうとおっしゃるもの。いやいや、3000石で結構だ。ご辞退なされたのはどこのどなたでございましたかの。そんなわし握り立てて大臣を棒に振ったお前もバカじゃ。結構でござ。いや、百姓暮らしの方が田所甚兵衛将に合っているからでござ。わしも百姓にでもなろうかの。どうにもおっしゃる。わしではダメかな。人にはそれぞれの務めというものがござる。わしにはこの三河の土を耕すという務めがある。若には徳川というとてつもない広々とした田畑をお育てなさるお務めがござる。そればかりではございません。上様という早苗を育て上げねばならぬという大事なお務めがござりまするぞ。甚兵衛、お互いにまだまだこれからだぞ。もうめったとまだまだ死ねませんぞ。私がやりましょう。やめろ、年寄り扱いは。このような雑用は居候の役目ですから。いいからやらしておけ。これが最後のご奉公になるかもしれん。いや、口でこそ偉そうなことを言ってもまた出てくる日があるやなしや。50年、長いといえば長い、短いといえば短い歳月じゃった。新さん、若尾、殿様を頼むぞ。はただ、この甚兵衛、俺たちの胸の中に一陣の清らかな風を吹き込んで戻っていきおった。あれから三月、どうしているかな。相変わらず米じゃ麦じゃ野菜じゃと忙しゅうしておりましょう。お話を受けたまわりにつけ、私もぜひお会い申したかったのにと残念でなりません。お、そうだ、どうだじ、会いに行ってやらぬか。は？陣を久しく三河に戻っておらんのだろう。俺が許す。知行地見聞を兼ねて甚兵衛に会いに行ってやれ。ああ、それはいい。加納殿、せっかくの仰せお受けなされましては。
とんでもない。若、何しに戻った？ご奉公をおろそかにしてけしからん。陣兵衛に叱られますわい。さすがのじいも陣兵衛には頭が上がらんと見えるな。この時はそれで済んだが、間もなく吉宗と加納が三河を経て名古屋へ赴く事態が失敗したのである。尾張藩の祭りごとよろしからず、三河も何やら穏やかならずと江戸に聞こえ、吉宗もついに捨ておけず、加納を伴っての忍びの旅となったのである。ご苦労だった。ご苦労ご苦労。さあさあ、ちょっとはいらんぞ。あとはない。じゃあ先行ってますよ。行くよ。休ましてもらうぞ。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。おいしい。おい、おさく、塩見坂の客殺しはよ、あんだ捕まらぬと言うでねえか。うん、そうじゃ。あれからもう三月にもなるちゅうのに、お役人は一体何してるか。ダメだよ、心当たりの役人じゃ、てんでやる気がねえんだからよ。けどよ、あの江戸がよいの飛脚もかわいそうに、うん、親も子もあったろうによ。まったくだ。じゃあ、行くべえか。じい、先に行くのだ。上様。いいから行け。では。何かご用か。どこへ行かる。あっち。どこから来た。そっち。のれ、怪しいやつ。怪しいのはそっちの方ではないか。やれ。これ以上の理不尽は容赦はせんぞ。思いがけねえ伊勢参り、何にしてもめでてえ話だ。わみな、そうとも文句言っちゃ罰が当たりますよ。兄貴知ってるかい。何よ。お伊勢参りの戻りは来るわと決まってるんだね。本当かい。うん、うわすげえな。いやー、行こう行こう。伊勢参りは何がやばいの。やだ、うじな、さっさと歩け。ちょっとまっちゃん、あんまり気分が良くないね。どうしたんだろう。いや、あなたかかるな。おいせまいり、そら、おいせまいり、おいせまいり、あかん、おいせまいり。ああ、そこのご老人、少々物を尋ねるが、一行に三十人の武者行列を見かけなかったか。そう。御門所は県一長、旗本加納五郎左衛門様の行列だが、見たか。あ、いえ、一向に見ませなんだが。さようか、邪魔した、許せ。さげ。は。本人に聞いとりゃ世話ないわ。何？見当たらん？そんなはずはにゃ、そんなはずはありゃせんが。くや、どらくさいことよ。大岡様よりのご親書によれば、十日も目安に江戸を立っておられるというのに。十日か二十日か知りませぬが、とにかくお行列の影も形も見えなかったのですから。それはそうでもあろうが、しかしおかしいんで、
いや、おかしいじゃすまん。こちらの知らぬ間にお国入りというようなことがあっては、これは一時味ですからな。どうしてでしょう。大体途中までお出迎えというようなご大層なことは無用かと思いますが。なんというそんなこと。いや、当西大平のある実家の五郎左衛門様は生活達にして仕事ざっくばらんなるを喜ばれるお方と聞き及んでおります。たとえそうであってもです、上様のおそば用人にして直参旗本三千石というご手足が地行地五軒分ともなれば、そんじょそこらの爺おばが墓参りに戻ってきたのとは訳が違うんですよ。ね、粗相があってはこっちの首が危ねやのです。しかしですな、文句を言わずにもう何でもいいから、もっと少女を入れて探しなきゃ。近頃の訳やもな、本当にもう。何です。こっちのことです。ごめん。どこに詰まったんでしょうね。この辺りにもいいのがいたのかな。え、まさかそうなんですか。おかみさん、なんだよ。え、バカバカ鉄。おかみさんに聞くやつがあるか。いいんですよ、おかみさん、気にすることはありませんよ。気にするよ。本当に社内も揃って呆れた人たちなのか。ね、そうですよね、おまっちゃん。バカ、お前が一番バカだよ。バカ。さあ、あしらとは伊勢でお茶うんだ。伊勢、伊勢と草木もなびくってな。おい、みんな結局行くぜ。伊勢の呼ばれこらぜ、伊勢の伊勢はない。実は、ジンベエ殿がこれは御主君加納家類代の墓所なれば人手に任せてはおけんと毎月毎月お守りしておられましたのじゃ。甚兵衛が。はい。そして田所甚兵衛殿があのようなことになってからは。あのようなこととはご存じなかったのか。やがて百花日記になりますが、甚兵衛殿は亡くなられました。何、田所甚兵衛、ただいま参上。我がおいでか。三河の土を耕すのがわしの務めなら、我がの務めは徳川というとてつもない田畑を耕すことでござる。そうか、甚兵衛が死んでいたとはな。知らなかった。知らなかったとはいえ、甚兵衛、許してくれ。和尚さん、こんにちは。あれ、お客さんかね。おお、たえた。お参りかの。はい、ほんなら。あの娘が甚兵衛殿に代わってお墓の守りをしておりますのじゃ。ああ、思い出した。あれは確か甚兵衛のうちにいた娘。さよう。二親を火事で失うた哀れなみなしごでした。それを甚兵衛殿が無月のうちから育て上げ、孫のように慈しんでおられたが、甚兵衛殿の最期を見取り、日にち命日にはその菩提を弔っている関心な娘でしてな。おじいちゃん、待っとってちょ。私一生懸命働いて今にきっと立派なお墓を建てるでな。もうわしにも参らせてくれんか。あなた様は。そうじゃ、たえ、やっと亀じゃの。いい子になりおって見違えたぞ。さあ、参らせてもらうぞ。やめてちょ。ん、いくらお殿様でもこのお墓にだけは。そんな勝手なことがありやすか。たえ、なぜじゃ。おじいちゃんはね、生きとるとき朝起きてから夜寝るまで何かにつけて若様お殿様ちゅうてなも。今の今、息が切れる中間際までお殿様のことを案じ取りやした。
口に出しては言わなんだけど、どんなにか、たとえたった一目でもお殿様にお会い申したかったじゃろうに。おじいちゃん、しっかりでと。死んだらあかんよ。せめてお殿様が来てくださるまで。もうお殿様、今に来る。もうすぐ来てくださってなも。おじいちゃん。私の言葉を真に受けて、ギリギリまで心待ちに待っとりゃしたおじいちゃん。私、かわいそうだ、かわいそうだ。お殿様、いくら御用人様の仕事が忙しいからちゅって、たった一目ちゅう暇がなかったのかでも。私たちのお殿様は、こんな情け知らずの、すごいお方だったのかでも。たえ、許してくれ。知らなかったのじゃ。嘘。いや、嘘ではない。あんたは黙っとってちょ。私、知らせだよ。おじいちゃんに内緒で飛脚を立てたによ。本当に来てくださったりゃ、まだ十分間に合うとった。飛脚を、いつのことだ。おじいちゃんが亡くなる10日くらい前、もう三月も前のことだ。三月前。そうだ、さっき百姓たちが話していた潮見坂の飛脚殺し。たえと言ったな。悔しいことだが、そちの真心のこもった手紙はついにじいの、いや、このお方の手元に届かなかったのだ。今から三月前、潮見坂で江戸への飛脚が殺されたという道中の噂、何の気なしに聞いておったが、それが甚兵衛の危篤を知らせるそなたの使いであったとは。ほんなら甚兵衛、それならそれで、なぜわしの夢枕になりと立ってはくれなんだ。おじいちゃん、お殿様だよ。お殿様が会いに来てくださりゃあったよ。お殿様、どうぞ。おじいちゃんの墓にあげてちょう。綺麗な花だ。まるでそなたのように美しく、いじらしい花だ。おたいというあの娘、甚兵衛の家に一人取り残されて寂しい思いをしているのであろうが。おたい坊は甚兵衛さんのうちにはいねえです。あ、これはどうも。たいが甚兵衛のうちにおらんと言ったな。はい、かわいそうに山ん中の炭焼き小屋みてえなところで一人ぼっちで暮らしておりますな。どういうことだそれは。甚兵衛のうちはどうした。甚兵衛さんのせがれの甚蔵というのがひょっこり現れて、あのうちに入り込んだんでございます。甚兵衛のせがれ、そんなはずはない。村の衆もそう言うとりますが、何しろちゃんとした証拠の書きつけを持っていたということで。下船。
その男がまたとんでもないやつでございましてね、今までどこにいたのか、甚兵衛さんが死ぬのを待ってたようにしゃしゃり出てきて、それまでいたうちの者を放り出し、代わりに自分の仲間みたいな連中を引き入れて、甚兵衛さんの家財産を我が物が、おまけに50ずら下げてお妙坊に、いやらしいこと。お妙坊はそれが嫌さに飛び出したんでございますよ。でめや、出屋官としては捨ておけず、こうして出向いてきたわけだが、どうじゃ、銀座殿。これはまたいいなことを。私がまこと甚兵衛のせがれかどうかなどと、一体誰がそんなたわごとを。ん、うん、聞かなくともおおよそのところは分かっておりますが、まあそんな連中のことはともかくとして、お代官様には信用していただけましょうな。おお、それはまあ、よう。そうですよ、うん、尾張様が保証してくだされたあれだけ確かな証拠をお渡ししてあるのですからな。それに第一、今さら偽物だなろということにでもなれば、私はもちろんお代官様にもとんだ迷惑がかかるかもしれませんからな。そうなんじゃ。だから、そんな口さがない連中は一つ厳しく取り締まっていただきませんとな。やがてお国入り遊ばすお殿様のお耳にいろいろとあらぬ噂が聞こえていっては、あなたのご出世にも障りがあるというのですからな。尾張が保証した確かな証拠と申したのだな。はい。人造とかいう男、仮に語り者だとしても、尾張を決め手に使うとはなかなかしたたかなやつと見えるな。仰せの通りでございます。あの代官、まんまと手玉に取られておりました。半蔵、お園、そろそろ徳田新之助の出番になりそうだな。見つかったきゃ。まだです。お代官、罪もない百姓をお召し取りになるというのは本当ですか。召し取ると言っては角が立つじゃん。殿が来られる間、ね、小うるさい連中を牢屋に集めておくだけのことです。臭いものに蓋をして見せまい聞かすまい。ご奉公とはそんなものですか。いちいち大きい声を出さんでもいいじゃん。地声です。石井の金の上辺方、つまりそれは殿を騙すことではありませぬか。くぅ、わしの苦労も知らずにつべこべと。もうおめえのようなやつはな。首ですか。あ、いや、望みとあれば。いいでしょう、首にしてください。その代わり、かくかくしかじかと殿に訴えて出ます。困る、いや、それはもう困ります。ではどうされます。それはまあよく考えて善処、と前向きの姿勢で善処いたします。そのような決まり文句、聞きたくありません。あら、逃げなさい。役人が捕らえに来るんです。どっかへ隠れなさい。私、何も悪いことしたらへんがない。悪いことをしていなくとも牢へ入れられるんです。ほんな泥臭いこと。泥臭いことになったんです。全くの話、どっか間違ってるんです。間違いを正すのが和田さんたちの役目だがね。そのつもりだったが、お大ちゃんとまで議論はしたくない。とにかく逃げりゃいいんだ。さあ早く。私、いや、悲しいわ。わかる、もっともだ。違う、和田さんだけはもっとマシな人かと思うとったわ。本当にやっぱりあんたも届かったね。何、怒っても怖いことないわ。和田さんのバカ、勝手にしろ。踏んじぶられてしまい。おばあてりゃ、お殿様に言いつけてあるでなも。あんたら知らんのだ。お殿様はもうとっくに来とりやす。本当か。静まないんじゃ。お姉ちゃん、服部官兵衛様がお見えになったのも。静かねんか。
まあ静かにしてちょう。二三日の辛抱だが、こらえてちょう。その代わり悪いようにはせんからの。どうじゃ、一日20文ずつ日当を払うからな。勘兵衛、わしにも日当をくれるかの。ブレムラどどどどいつら前へ出ろ。勘兵衛、久しぶりじゃの。どうしやった。頭、俺の今度の目当てはこの三河ではなく名古屋なのだ。場合によっては尾張62万石徳川宗春を処断せねばならんのだ。なんでして。尾張大納言様、新さん、それは大事じゃありませんか。大事だ。いかに将軍とて徳川の審判三家の筆頭を裁くならずできることではない。だがやらねばならん。師さん、一つ間違えれば天下騒動のもとともなる。ことはあくまでも慎重に。だから頭に頼むのだ。半蔵やお染では探れぬことを頭にやってもらいたい。わかりました。わしら町人でなきゃわからねえ恋なき恋を探れ。どうしてくるんですね。それは危ない仕事だ。新さん、皆まで言わないでもらいて。新さんが命がけでやろうとしてる仕事だ。わしの命なんか。頭、新さん。それじゃあ早速名古屋へ参ります。新さん、切符を待っててくださいよ。ただいま戻りました。大義、どうであった。白須賀の代官所の話によりますと、ご明察通り庶民坂の飛脚殺しはただ一刀のもとにという凄腕。他に金品を奪った形跡はなく、ただの物取りの仕業とは思えんとのことでございました。やはりタイからジーに宛てた手紙が目当て。ジーとジンベを合わせまいとしてだな。来ておったと聞きましたが。うん、代官所で待っておるそうな。棟梁、行かれるのですか。ゆかずばなるまい。しかし案ずるな。我ら尾張柳生がここに根を張り、この西大平三千石はおろか、やがて三河一国を席巻せんとする人だ。見ておれ、見事あの老いぼれを言いくるめてみせるわ。さよう。何しろこちらには尾張62万石がついておりますからな。加納五郎だ、何ほどのことやあらんだ。しかし万一こと破れた場合は、うん、一度は寄れ。尾張の国知多郡名主五兵娘作、その方解任の大事、まさに我が子なること明らかなり、後日のためよって九段のごとし、寛文九年10月18日三河の国加納家家中田所陣兵衛。これが証拠の一書じゃの。さようにござります。なおその後ご覧くださいませ。右の上場相違なしと恐れ多くも、尾張大納言様のご親筆をいただいております。うん、尾張様の親筆だそうな。はい、確かめるがよかろう。拝見つかまつ。そちら様は、
ああ、これはわしの甥っ子でな。徳田新之助と申す。貧乏旗本の三男坊ながら、ゆえあって尾張様のご出席を存じ上げておるのだ。あ、さようで。どうだの。まさしく、まさしく尾張様のお手なり、家紋に相違ござらん。そうか。純蔵、よくこれを持っておったの。はい。生まれ落ちておりこの方、肌身離さず所持いたしておりました。さもあろう。さて神蔵、田所甚兵衛は我が加納家孤高の信者、隠し子たりともそのせがれとあれば決して他人とは覚えん。はあ、ありがたきお言葉、身に余ります。うう、よかったよかった。きゃわしもこれでもうやれやれじゃ。尋常とやら、そなた何歳に相なる。は、51歳になりまする。寛文九年生まれなら確かに51歳。おじうえ、いつも自慢しておられるおじうえの初陣とやら、あれはいつ頃のことでしたか。なんじゃまた出し抜けに。あれはな、おう、そうじゃ、あれも寛文九年のことであったわい。確かその年の10月半ば、松前藩の蝦夷討伐にあたり幕府方の援軍に加わって。おお、そうそう、思い出した。わしが重視、7つ違いの甚兵衛は21じゃった。甚兵衛は若若と片時もわしのそばを離れんじゃった。とすれば、ここに寛文九年10月18日とあるこの日付、時も同じく10月半ば、田所甚兵衛とやらは海山はるか蝦夷から尾張まで女恋しと空をかけたのでござろう。甚蔵、まだ驚くことがあるぞ。甚兵衛が甚兵衛と名乗りしはよほどのち、寛文九年の当時は一馬、田所一馬と名乗っておったわ。甚蔵、向かったの。この礼、潮見坂にて飛脚を殺害、奪い取ったる書状をもとに巧みに巧みし、陰謀もこれまで。潮の図が高い、下がり者、図を置け。その構えは新通り。さてはお主、終わり闇行か。そうと見破った貴様は見、これぞ柳生大二郎剣吉笛じゃ。これだこれだ、止めろ。構わぬ、きれい。己吉宗と知ってもか。終わり藩主、徳川宗春に構わぬ切れと言われたか。問答無用、お犬少代切れ。Thank you.
事で。はい。はい。今改めて申し渡す。そなた、しかるべき婿を迎えて田所甚兵衛の後を継ぐのだ。実はな、お大坊、俺とジートで三国一の婿殿を見つけてやろうと思ったが、これはどうやらいらぬお世話だったらしいな。なあ、ジー。近頃の若い者は油断がなりませぬわよ。困ったまで。よかったの。大助。はい。亡き甚兵衛も草葉の陰で喜んでくれよ。末永く二人仲良く暮らしていくのだぞ。はあ。おじいちゃん、喜んでちょ。今日はいい知らせがあるでね。新さん、達者でいてちょうよ。三河乙女がその無事を祈る吉宗は、その頃尾張の国に差し掛かっていた。尾張大納言宗春との対決を前にして、しかも野辺に咲く名もなき花に一菊の思いを通わす吉宗であった。上様、おかげをもって万事めでたく片付きましたわい。上様、どうかなされましたか。いや、何でもない。さあ、行こうか。将軍吉宗、尾張藩主徳川宗春の奢侈非行を見責すと、いまだに歴史に残る戦いがあったのは、すなわちこの年のことである。決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。次回は。若旦那。私はね、商いなんか全然知りやしませんよ。よくも若旦那をためにしてくれたね。清次郎さん、お主の宝刀三昧には裏があると見て。ええ、まあ私は思いますには油不足なんですが、不作が原因じゃないと思うんです。値上がりを狙った売り止めです。せっかく売り止めで油の値を釣り上げ、
大儲け寸前までこぎつけましたが、このままでは値崩れを起こしてしまいます。御前、切りますか。次回、油地獄のバカ踊り、どうぞご期待ください。